太田選手おめでとうございます。勝因ご自身では一番何だと思いますか？そうですね、本当に競輪祭で自分の力が発揮できずに、まあ、悔しい思いをして、まあ、今回のヤンググランプリというのは自分の力を余すことなく発揮すれば絶対勝てるっていうふうに思ってたので、まあ、それが勝因になったのかなというふうに思います。犬伏選手とのもがき合い壮絶でしたが、そうですね、本当に今を勝てるというかこう前に出れると思ってなかったので、でも諦めずに踏み続けてよかったなというふうに思います。2024年はどんな1年にしたいでしょうか？そうですね、オリンピックがあるのでしっかりその辺も踏まえて出場して結果を残せるような1年になればいいのかなというふうに思います。じゃ最後一言お願いします。はい、ヤンググランプリ応援ありがとうございました。来年はパリオリンピックに出場できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。